はい、どうもこんにちは。皆さん、セカンドインパクトと聞いて何を思い浮かべますかね。多くの方がエヴァンゲリオンだと思いますが、今回は脳震盪についてのお話です。では脳震盪についてお話ししていきますが、その前に今回お話しする内容は、脳震盪に ならないために、あとなったらどうしよう、どうしたらいいのかっていう話なんですが、その前に一つ約束してほしいことがあります。脳震盪を疑われたら絶対に病院に行きましょう。これは絶対です。この後も多分何回も言ってしまうと思います。ただもう絶対に一つ約束しておいてください。脳震盪かな、ちょっと怪しいなとでも少しでも思ったら、絶対に病院に連れて行っていきましょう。病院に行く、もしくは連れて行ってあげる、絶対約束してください。では早速脳震盪についてお話ししていきます。行きましょう。はい、では脳震盪について説明していきます。脳震盪とは、頭部損傷による脳機能の一時的障害です。頭部損傷っていうのが、それこそ分かりやすい、頭を打ったとか、まあ、顎に物が当たった、顎殴られたとか以外にも、強い揺れとかでもなったりします。で、それで脳機能の一時的障害、脳震盪は脳機能の一時的障害なんで、その多くが、全部とは言わないです、その多くが時間経過とともに良くなっていくのがほとんどです。もちろん例外はあるんですけどね。で、もしこの頭部損傷による脳機能の一時的な障害じゃなく、単純にもう脳出血したとかになると、外傷性脳損傷っていう、また別のものになるんで、もうそうなったらもう一刻も早く病院にっていう、一刻も早く手術っていう段階なんですが、まあ、そんなんじゃもう脳出血ではなくて、こう気質的、見た目的には何も正常なんだけど、脳機能の一時的な障害が起きているよっていうのが脳震盪です。で、脳機能っていうのはどんなのがあるかっていうと、意識消失、まあ分かりやすいですね、意識が飛んでいる。で、2個目が外傷性健忘、これがもう記憶障害とか、記憶がスポーンって抜けたりするやつです。分かりやすいのが、こう結構受傷した時って意外と喋れたりするんですよ。いや、頭打ってさ、めっちゃ痛かったわ、うわ、フラフラするわってしばらく喋ったの、あれあれ、俺何してた今までみたいな、あれ、さっきの試合の記憶がないとかっていうのがあったりします。あと、本人から訴える主訴、本人が感じる症状っていうので、頭痛だったりとか吐き気、あと頸部の痛みとかもあったりします。で、パッて見て、他人が見て分かるように、平衡感覚異常っていうのがあるんですね。もうフラフラしてるみたいなのが、あーってしてたらもう脳震盪です。で、などって書いてあるんですが、すごい意外なことで性格も変わったりするんですよ。例えばすごい怒りっぽくなったりとか、ひどく悲しんでいるとか、そういった症状も脳震盪の、一例です。絶対脳震盪になったら、そういった記憶障害が出るとか、平衡感覚異常が出るって、絶対全部出るっていうわけじゃないです。本当に人それぞれでまちまちなんで、これが出たら脳震盪です、これが出なかったら脳震盪ですみたいな明確な基準っていうのはないんですが、いろんな症状が見て、いつもと違う、なんかおかしいと思ったら、もう脳震盪です。なんで脳震盪かもしれない、少しでも怪しいと思ったら即運動中止です。で、今多くの接触プレーを伴う脳震盪の確率が高い競技っていうのは、公式戦の場合、多くの場合ドクターがいらっしゃいます。で、絶対にドクターに見てもらいましょう。で、ドクターがいない環境、練習試合だったりとか普段の練習で脳震盪かもしれないと少しでも思ったら、いや大丈夫やろって思うんじゃなくて、絶対に怪しいと思ったらもう絶対中止です。運動中止で病院に絶対行きましょう。もう絶対です、万が一があるんで。多くの場合は大丈夫だと思います。多くの場合は大丈夫かもしれないですが、万が一その一人になってしまったら、 99.9% 大丈夫でも、その 99.9% の 0.001% になってしまったら、どえらいことになってしまうんで、少しでも怪しいと思ったら病院に行きましょう。これは余談なんですが、僕スノーボード10年ぐらいやってるんですね。で、3年前ぐらいに、まあ、スノーボードしてて友人とで滑って止まって、友人待ってたら、ちょっと別の方が足元に突っ込んできて、足元をポーンってすくわれるような感じで、後ろからすくわれるような感じで、こう後頭部打ったんですよ。まあ見事に脳震盪になりまして、で、ちょっと症状が改善しなかったものなんで、本来ならすぐ病院行くべきやったんですが、ちょっと時間が経ってから病院に行って、で、そしたらもうちょっと入院した方がいいよ、いや、CT 取って大丈夫かもしれへんけど、万が一何かあった時のために病院やったらすぐ対処できるから、もう多くの人は大丈夫、あなたが何パーセントの確率で大丈夫じゃないですよって、その数字は言われへんけど、多くの人が大丈夫やけど、万が一何かあったら病院やったら対処できるから、一泊はしておいた方がいいよっていうふうにお医者さんに言われたんで、もう一泊しました。で、結局何もなかったんですが、ただその間に
例えば自販機に行くとか、もう買い物に行く、トイレに行く、でも全部ナースコールを押せと。少しでも移動するんやったら絶対ナースコールを押して、一緒に行くからと。でそれを、あ、分かりましたって言って、最初ちょっと、あ、トイレトイレって言って、まあ、一時トイレ行くのに言うの申し訳ないなと思って、でトイレに行ったら案の定怒られまして、トイレ行ったでしょうと、ちゃんと押してって言ったでしょ、もうついていくから、それが仕事やからちゃんと押してくださいって言われたんで、もうそれぐらい何かあったらダメだからっていう万が一を考えて行動してくれたんですね、その看護師さんは。っていうぐらいちょっと大げさかもしれませんが、何かあったらあかんよっていうのが脳震盪なんで、多くは大丈夫ですが万が一あったらいけないよ、しかもちょっと僕の場合症状が強かったんでっていうぐらい、ちょっと大げさかもしれませんが、ちゃんとしないといけない病気、怪我なんですよね。でまずちょっと怖いところを説明、話ばっかなんですが、この後なぜ脳震盪がこんなにも怖いのかっていう話をこの後説明していきます。では次いきましょう。はい、では脳震盪がなぜ怖いのかっていう話をしていきます。まずその一つ目が、症状がその後も続くこともあるんですが、症状が先ほどの意識的な意識障害とかですねが、受傷直後だけじゃなくて、受傷してからしばらく経ってから出ることもあるんですね。例えば受傷して10時間後とか、10時間後にいきなり気を失ったとかもあります。あとちょっと稀な例なんですが、受傷してから年単位で性格が変わったという方もいらっしゃいます。受傷してそこから性格がすごい荒っぽくなってしまっただとか、抑うつな気分がずっと抜けないままだとか、あと頭痛が定期的にするようになったとかっていう方もいらっしゃいます。重症の場合ですけどね、まあ、そういった症状がその後も続くこともまれにあります。で一時的なその10時間前後、1日前後で続く症状が出るっていうのが、まあ、比較的 多かったりするんで、受傷してから24時間は1人にならないことが推奨されています。もし例えば受傷して10時間後じゃあお風呂入っている時に意識失いました、そのまま窒息しましたなんてことになったら大変なことなんで、なんで受傷してから24時間は1人にならないようにしましょう。もう何かあったらすぐ通報できるような、通報というか救急車呼ぶことができるような環境にいましょうと推奨されています。でもし1人になってしまう場合でも、例えばすぐ今やったら緊急のボタンを押せるような iPhone とかでもあるじゃないですか、そういったのを設定ちゃんとしておくとか、あと油物の料理しないとか、油あげてもしその最中に気を失って、それで火事になったりしますんで、まあそういった、あとアルコール飲まないとかも絶対ですね。24時間は、受傷後24時間は絶対アルコール飲むなって言われてます。では2つ目いきます。繰り返すと認知症のような症状をきたす、これ慢性外傷性脳損傷っていうんですが、一昔前の言葉で言うとパンチドランカーってやつですね。繰り返しの軽微な脳震盪を起こして、しかもそれが治る間もなく、治らないまま続けて続けて小さい脳震盪を繰り返していくと認知症のような症状をきたしてしまって、もう物忘れが激しいとか、そういったのが出てしまうんですよね。なんで脳震盪になってしまったら、復帰するまでは医学的な評価を絶対受けないとダメです。ちゃんとこういった順番で復帰しますよっていうのが各団体に決められています。ラグビーならラグビー、サッカーならサッカー、まあ多くは似たような感じですけどね。なんでしっかり、もし脳震盪かも、脳震盪になってしまっただったら絶対にお医者さんの評価を受けましょう。受けないといけない理由はこういった理由です。で怖いのが3つ目、セカンドインパクトの死亡率が 50%。 セカンドインパクトっていうのは重症な脳震盪を受傷しました、でそこから1週間以内にもう1回脳震盪をしてしまうことです。そうすると死亡率が 50% もあるんです。2人に1人は死んでしまうんです。恐ろしいですよね。でもし死ななくても後遺症が残るとは言われています。なんで脳震盪を起こしてしまった、脳震盪になった人を見たら絶対に病院に連れて行ってやったりとか、ご自身になったら絶対に病院に行ってください。ラグビーやサッカーなど多くの脳震盪を起こしやすい、脳震盪になる確率が高い競技っていうのは、各それぞれ脳震盪の復帰プログラムっていうのが決められています。まずは病院に行って、でそこから何もないか検査して、で何もなかったらまずランニングから始めて、でランニングできたと思ったら例えばサッカーならパスとか体をちょっと動かす運動から始めて、でその後全力疾走、まあ、軽い中のちょっと強めのジョグぐらいが初めて全力疾走に行って、でその後コンタクトプレーしてっていう感じで、順番順番に
プログラムを経ていかないといけないですね。でもしその間に症状が一つでも、例えば頭痛がするわ、走ったらすごい頭痛がするんだったら、もう一からやり直しです。その間に何も症状がなければようやく復帰っていう感じです。ちゃんと医学的に評価を受けないといけないんです。なんでそれぐらい脳震盪っていうのは万が一があったら怖い。多くの場合は一時的な障害なんで改善していくけども、何かあったらいけないんで、ちゃんと評価を受けないといけないですね。なんで次はならないために何が重要なのかっていう話と、もしなってしまったらどうしたらいいのかっていう話をしていきます。では次いきます。はい、では脳震盪にならないためとなった場合どうすればいいのかっていう話をしていきます。まずならないために一つ目重要なのが保護具の着用ですね。例えばラグビーの場合だヘッドキャップにマウスピース、よくラグビーでも日本代表でマウスピース外して喋るときにこうやってして喋ってでつけるとかされてますよね。そういったのを着用しましょう。ちゃんと初心者の場合は練習中でも絶対着用すべきです。もう高校生の間はヘッドキャップとかも着用が義務付けられてますね、ラグビーの場合で。2つ目が首周りの筋肉の強化です。もうやっぱり僧帽筋とか胸鎖二頭筋の筋肉をしっかり鍛えてあげましょう。アメフト選手なんか見ると分かりやすいと思います。アメフト選手のすごいですよね、この富士山みたいになってますもんね、このここが首鍛えすぎて。アメフト選手って言うと恐ろしいですもんね、あの首周りの筋肉。なんでかっていうと、あの人たち走るのを止めるのに膝にヘルメットをぶつけに行くんですよ。膝の保護具ってめちゃくちゃ薄いじゃないですか、クッションとか。片やヘルメットはカッチカチの強化プラスチックなのかな、カーボンか分かんないですけど、カッチカチのやつなんで、それを膝にぶつけに行って相手を止めに行くっていう選択をしたりするんですよ。アメフトって恐ろしいですよね。なんで首周りがあんな風になったりしてて、まあ、それでも脳震盪になるんですけど、まあ、ないよりかは絶対あった方が脳震盪になりにくいんで、しっかりシュラッグとかして首周り鍛えましょう。でこれ3つ目、意外と抜けてることなんですが、疲労が強い状態でコンタクトを伴う練習をしない。例えば合宿の終盤とか炎天下とか集中力がもう切れてるやろっていう状態の時にコンタクトプレー、ラグビーならこう接点だとか、あとサッカーもバリバリバッチバチの試合形式の練習とかをしちゃうと集中力がないんで、もう気が抜けちゃって、でその時にぶつかって相手の肘や肩が膝が当たっちゃってっていうことがあるんで、もう疲労が強い状態で追い込む練習っていうのは大切なんですが、そういう時は走るとかもっと頭を使うだとか、そういった別の負荷をかけるようにしてほしいですね。例えば試合、じゃあ合宿終盤でもうめちゃくちゃ強いところと強豪校と試合するとかあんまりよろしくないよね。集中力もないし、相手強いしタックルばっかり行くしとか、もう練習するし相手ぶつかってくるし、もうそんな状況でやっちゃったらみたいな感じになっちゃうんで、まあ、疲労が強い状態ではコンタクトの練習はしない。あと炎天下とかもそうですよね。まあ暑いとやっぱり集中力途切れますよね。めちゃくちゃ暑い時で真夏の35度ぐらいで、もう火バチバチ当たってる時にね、動きもあったらそれは集中力も切れるんで、そんな時にやっちゃうと思わぬ事故っていうのは、まあ脳震盪以外でもね、思わぬ事故っていうのは起きやすいんで、疲労が強い状態の時は練習を走るだけとかね、もう走り込みは全然脱水とか熱中症に気をつけてれば大丈夫なんで、そういった練習を疲労が強い状態ではするようにしてください。でもしなってしまったり、おちょっと怪しいなと思ったら、まず最初にするのは質問です。ん、あの子ちょっと怪しいぞ、脳震盪ちゃうかと思ったら、何日か分かるとか、ちょっと考えたらすぐ分かるような質問をしてください。例えば昨日 何曜日やったとか、この前の試合勝った負けたとか、この前の試合点数どうやったとか、この場所どう分かるっていう質問をすると、脳震盪の場合答えられなかったりね、今日は何日、今日月曜日でしたっけみたいな、ちょっとあやふやな答え方したりするんで、もうそうなったらアウトです。もう即運動中止です。でもし質問をはっきり答えられても、今日は日曜日で何日で 何を練習してますって、もうフラフラしてたらもうダメです。こういった少しでも違う行動をしてたらまずアウトで、行動は正常で、質問行動は正常でも質問があやふややったらそれもアウトです。で2つともクリアしたら、まあまあ脳震盪じゃないかなと思っても大丈夫ですが、少しでも違うのがあったら絶対に即運動中止で病院です。で2つ目なんですが、首を動かさない。
あの脳震盪の場合当然頭を打つんで頸部を損傷している可能性 があるんですよ。その意識を失っている事故とかの場合、重症の場合とかは特に。なんでその状態でもし首を動かしてしまうと最後ギリギリつながってる頸あの脊髄とかを切っちゃったりとか神経を切っちゃったりとかっていうのがあったりするんで、こう意識を失ってあその時に首を痛いとかあこれの痛み方はこの漕ぎ方はやばいぞってなったら絶対にまずは首を動かさないことが前提です。どうしても例えばうつ伏せでもう地面とかにこううつこうなっててもう呼吸できひんとかあったら起こさないとダメですか。その時もこう首だけをこうグッとかするんじゃなくて体ごと首は固定したまま地面からこうでこのまま寝かすっていう風にするとか、絶対にこの首の損傷を少しでも疑われる場合、意識がないとかの、まあ、脳震盪なりました、その時に倒れてますだったらおい大丈夫かって揺さぶったりするのも絶対ダメです。もう絶対に首を動かさない、首を動かさずにこのままで安静にさせる。であ大丈夫ですって起き上がるのももうダメです。あ寝とけってまずは言っとかないとダメです。その首の怪我が疑われる場合はね、このままで寝てこれでちゃんと大丈夫か、手動くか動く、足動くか動く、これ触ってる感覚分かる、あ分かる、指動かしてみたいな、あ動かせれるねみたいな、今何番目の指触ってる、あ薬指ですみたいな、ちゃんと分かるとか、そういった検査をしていかないと、してからじゃないと首を動かしてダメです。あ字が綺麗だとかです。首を動かさないです。でよくあるんですが、あの首固定する用の機材がついた担架、こういったのとか、あと頸椎カラーこういったのとかを経験がない方がつけるのは基本的には推奨されていません、どの団体でも。なんでかっていうと、それをつけるときに首を動かしてしまって結果それで首に深刻なダメージを与えてしまうっていう可能性があるので、そういった頸椎カラーとか頸部固定用の装具は熟練者もしくはちゃんと指導を受けた人じゃないとつけないことが推奨されています。なんでこう善意のつもりでこれつけとかなあかんで、つけた方がええでって言ってこうちょっとうっすらとした知識で無理やりやっちゃうと、それが良かれと思ったらどえらいことになっちゃったっていうことになりかねないので、あんまり推奨されてはないですね。まあ、もちろん絶対つけたらあかんとも言うてないですけど、多くの団体では推奨してませんっていう言い方になってます。なのでもうお医者さんに、でお医者さんがいないなら救急隊員に、そういった頸部の損傷とかもう首を強い脳震盪とか意識を失った時はちゃんと医療従事者の方にお任せするようにしてください。すみません、ちょっと消えちゃいました。さっきのやつした時に24時間は付き添う、これはできれば徹底してほしいですね。まあ、あの高校生とか保護者がいていらっしゃる家庭のならいいんですが、もし一人暮らしで例えば大学生とかでいう方でしたら、ちょっと友達ん家に泊まらせてもらうとか、友達に泊まってもらうとかにしてもらって、なるだけ24時間は一人にならないようにしてください。まあ多くは大丈夫なんですけど、万が一になったらちょっと救急車呼んでなっていうのだけ伝えておいて、で24時間付き添うで、当然ですが絶対アルコールダメです。絶対に絶対ダメダメ絶対です。では本日のまとめです。脳震盪はほとんどの方が一時的な障害で済むことがほとんどです。ただ万が一があるとすごい重篤な怪我につながりますので、きちんと脳震盪になった方、脳震盪が少しでも疑われる方は必ず病院に行きましょう。で復帰するまでもきちんとお医者さんの評価を得て、お医者さんがいいよって言ってから復帰するようにしましょう。ちゃんとお医者さんの言うことは絶対に聞きましょう。であとは注意することはこういった感じです。ならないために保護具の着用、首周りの筋肉の強化、疲労が強い状態でコンタクトを伴う練習をしない、でもしちょっと怪しいなと思ったらちゃんと質問して大丈夫かどうか見る、でもしなってやばいなと思ったら首を動かさないように搬送する、で24時間を付き添いましょうです。で今回はちょっと命に関わることなんで怖いよ怖いよ怖いよという話をしたんですが、僕自身、スノーボードを10年してました。今までキッカーでジャンプ台で行って何回も怪我したことはあります。脳震盪になったことはあります。何回もあります。で高校の時ラグビーしました。脳震盪めっちゃしました。何回もなりました。気づいたら目の前に人が来てる、なんでみたいな時もありました。それでも今こうやってピンピンしてます。筋トレも大好きですし、ガンガン走ってます。で記憶力は自信があります。それぐらい今のところ
何も問題ないので脳震盪起こしましたが、なんでこう過度に恐れすぎるっていうのは良くないと思います。脳震盪になっちゃうからスポーツはダメなんだ、もうスポーツは絶対やめた方がいいんだみたいな風には思わないでください。きちんとちゃんと段階を受賞してもお医者さんの評価を得て復帰までもしっかりと段階を経れば、今でもラグビーをね、もうプロスポーツでバシバシガツガッツリやってらっしゃいます。サッカーもみんな楽しんでらっしゃいます。スポーツは楽しいもんです。なんでスポーツを楽しむために最低限こういったところだけは抑えましょうということを今回ご紹介しました。なんで少しでもスポーツが、皆さんのスポーツが楽しくなれば幸いです。では本日はご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで怪我のことについてだったり、もっと楽しいトレーニングについても話もしたりします。ちょっとね、今回は悲しいというか暗い雰囲気になっちゃいましたが、楽しいチャンネルなのでぜひ気になる方はチャンネル登録してください。で、今日の話が良かったよ、参考になったよという方はぜひ高評価をしてもらうとすごい僕の励みになるのでお願いします。ではご視聴ありがとうございました。